どうも、参議院議員1年生山本太郎でした。いや、出てきたって終わっちゃったよ。そうですね。本当にありがとうございます、省庁の皆さん。この方が来られているというのはすごく嬉しい話なんですけれども、その省庁の中でも権限を、あまりお持ちでない若い方が派遣されているという意味合いでもあると思っています。本当にこんな不条理ありえないと思いますね。どうして東京の電力のために福島原発があったのかということを考えれば、もうすごく分かりやすい問題だと思います。やっぱり東京都内にあって、もしものことがあったら危険だと、人が多いところに作るのは危険だということで、原発は東京で作られたと。東京都民が被爆しないために遠くに作られた原発が爆発して、その被害を負った被害者の皆さんがここに集まられていると。どうして加害者は守られるのに、東電の役員だったりとか東電の首脳陣は守られるのに、被害者がこんな泣き寝入りみたいな形にならなきゃいけないのかというのが一番の問題だと思います。誰を守るべきということはもうはっきりしていて、いくら数値を引き上げて安全だと言われたとしても、事故前の基準以外は正解ではないんですよね。事故前の基準にのっとってやっぱり物事を全て決めていっていただきたいと。20ミリで人が戻れるなんてありえない話じゃないですか。世界中がびっくりしていると思います。100ミリでも健康被害はほとんどない。誰がそれを証明できるのかということだと思います。その疫学上の情報が手に入る頃には、もう健康被害をすでに持っている人たちがいるという状態だと思います。とにかく今この不条理を押し付けられた人たちに対して、一東京都民として一体何ができるのかということが僕の出発点でした。とにかく被害者が東京に住み立ってきてるわけじゃないっていうのが一番のポイントだと思うんですよ。皆さん避難しなくちゃいけない、子供を守らなきゃいけないという思いから仕方なくこの避難という選択をされているということだと思うんです。とにかく一人でも多くの人たちが来年の3月その先もうずっと安心して自分たちの住居を、しっかりと確保できるようにしていただきたいんですね。来年のこともわからないのに未来の予想図なんて書けないですもんね。ただの被害者ですもん。だってこの方々が福島の原発爆発させたわけじゃないですもんね。その当事者である電気事業者、そしてそれを後押ししてきた国というところが責任を取るのは当然のことだと思うんです。皆さんもそれよく重々分かっていると思うんですけど、上がそう決めちゃったことを自分たちにはもうどうしようもできないよ、国が決めたことをもうただ淡々とやっていくだけしかないんだっていう気持ちもよく分かるんですけど、でもやっぱり中から少しずつでも一緒に戦っていただけるっていうようなお気持ちをいただきたいんですよ。すごく大変なことだと思うんです。踏み込みすぎるとその先の自分の人生というか出世だったりとかっていうものの足かせになる可能性はあるかもしれないですけど、やっぱりこうやって生の声を聞いて、でこの不条理を押し付けられた人たちがどうやって救済されていくのかということを本当に少し気持ちを変えていただいて、で大きく踏み出すことがそれぞれの省庁内の立場もあるでしょうから、少しでもいいんで力を貸していただきたいんですよ。中からちょっとずつ変化を起こしていけるように。そして例えばおそらくここに集まっている皆さんも、いろんなところで集まっている皆さんも、もうストレートの球しか投げてない、なかなかカーブの球はないと思います。ストレートの球だったらなかなか話し合い進展しないよっていうんであれば、どういうカーブのボールだったり、どういうフォークのボールを投げればもう少し話し合いが進みそうだっていうようなこととかも教えていただきたいんですよ。この状況をなんとか乗り越えるために皆さんの力必要なんです。本当力貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも今日はありがとうございます。社民党参議院福島みずほです。住まいが一体どうなるのか、これ一年地域になるのではないかっていう不安があり、今までも住まいがどうなるかということで交渉しておきました。5月28日に1年延長が決定したけれど、じゃあ逆に2016年3月以降はどうなるのか、だから故郷を失い、あるいは避難をしてきた人たちが、じゃあ住まいを本当経済的にも大変な中でどこでちゃんと住まい続けることができるのか、1年延長にはなったんですが、ということは2016年3月末以降はまだ分からないわけで、なんとか、これやはり
政治的な災害であり自然災害も希少のものだと思いますので、今日は住まいの問題がポイントだということで、住まいがどうなるかわからなければ将来設計もできないというふうに思いますので、国会の場面で住まいをちゃんとしろということをやっていきたいと思います。行政交渉に直接参加できなかったので、またどういう結果だったのか聞いて、またぜひ役所の皆さんの頑張りをお願いしたいと思います。ありがとうございます。原発事故避難者の住宅確保をめぐる担当省庁との懇談会の結果報告をし、また参加のメディアの皆さんからの質疑応答を受けてしたいと思います。避難者の方は今日は10名近くお見えですけれども、それぞれのご事情で写真撮影等は控えてほしいという方もいらっしゃいますので、それはご了解をいただけたら。まず現状として、今何人が原発事故によって避難してきたのかということに関しては正確なことが言えないということでお答えしていただけませんでした。それから現在の制度に関してお話を伺ったんですけれども、これは今の、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与に関してはもともと原則2年なのを1年を超えない範囲で延長を続けているということ以上にはなくて、最終的な政策の判断の責任者に関しては、知事の方が依頼をして最終判断は内閣総理大臣であるということが分かりました。で、自治体の意向調査はやっているということも分かりました。で、現在の供与されている住宅はかなり狭いわけですけれども、以前お住まいになっていたところに比べるとかなり狭いところが多い。4人で YLDK だったりで標準的タイプは決まっているけれども相当程度狭いということも明らかになりました。また今日お見えになっている方で最初避難という形で申し出ないで自分で身寄り のある人を訪ねて親戚だとか知人のところに行った方に関しては今仮設住宅に入りたいと言ってもそれは無理ですと言われてしまいました。どうしてもしょうがないんだったら生活保護を受けるなどしてください と言われてしまいまして、あっけに取られてしまいました。はい。で、現在 のかなり細かい事情も訴えましたけれども個別の事情にはコメントできないということでございました。で、私たちとして今後のことで大きく2つ要望しました。1つは子ども被災者支援法の基本方針には適切に住宅問題を対応するという項目があるんですが、でこれを抜本的に見直さないかということを提案しました。原発事故は人災であってこれに対する避難に関しては国が責任を取る必要がある。ですから長期にわたって安心して住むことができる無償の住宅の確保を基本方針に書いてほしいと訴えをしましたが、
見直しの時期はまだ未定であるが、いずれ見直しをすると、今はできないと、いずれやるという曖昧なお答えでした。で、最後に、だったら新しい法律を作ってくれませんかということをお尋ねしました。ここにも書いておきますが、住宅の確保というのは原発を推進してきた政府の責任であるということで、その責任を明記をした新しい法律、住宅が必要な避難者には長期にわたって無償の住宅の提供を行うような新しい法律を作ってくださいと言いましたが、これは既存のものでなんとかなっているのではないか、ちょっと法律の名前が難しくて覚えきれませんでしたけれども、あと一方は、法律は規制をするためにあるんだから、住宅を作るというのは新しい規制ではないので、ちょっと考えが違うみたいなことも言われて、なんだかわけがわからない。でも必要なことがあれば法律を作っていただきたいと思っております。で、今日の新しく来た方の質問では、どうして復興住宅は福島ばかり作るんだという質問も出ました。福島に住んでいたくないから避難してきた方もいるけれども、福島にばかり作るのはおかしいじゃないかということは、じゃあ他の自治体が作ってくれと言ったらそれは可能であると、でもなかなかそういう声がどうも届いていないようです。残念です。それから30キロで線引きされていて保証も何も違う、それもおかしいのではないか、自主避難の方とそうではない方で保証や住宅の確保で大きな違い、これもおかしいのではないか、こうした、訴えがありましたけれども、これに関しては明確なお答えが今日はいただけないので、後で返事をしてくださいと言ったら、返事をするかどうかはよく分かりませんでした。で、つまるところ1年おきの今の住宅制度では、さまざまな面で救済されていないということが明らかになったわけですけれども、これに対して抜本的な対応を取っていただけるかどうかは伝えたけれども曖昧な状態で今日は終わったという状況でございます。で、以上簡単な報告ですけれども、こちら、参加した避難者 の、 仲間がおりますので、ご質問がありましたらお受けしたいと思います。どうぞ。どなたか、メディアの方は社名をおっしゃってからご質問ください。のジャーナリストの西中と申します。フリーのジャーナリストの西中と申します。ちょっと細かな質問する前に、ちょっと今日の交渉のですね、あるいはこの間復興庁とかですね、国土交通省住宅問題でいろいろ個別に話をされたこともあるかもしれませんが、そういったことを踏まえて、今日の感想についてちょっと一言、今までの経緯を含めてで結構ですので、ちょっとお一方ずつお伺いしたいんですが。会長の寺島です、やはりお役所仕事なのかなと思いました。ワンクッションツークッションを置いて若い人たちこれから改革してくださると思うんですけども、彼らたちが何だろう、自分たちで率先して改革していってほしいなと思いました。今日の感想はですね、私も昭和17年生まれで、ね、70をちょっと超えてるんですが、今日は校長、国土交通省、それから若い人たちが早く9名ほど出てくれたんですが、私の息子と娘よりも若い人ばっかりなので実はびっくりしました。やはり省庁の課長とか部長クラスが1人か2人ぐらいは出てくるんじゃないかなと思ってたんですが、若い人ばっかりで本当にこれからもっと若い人たちの力で、福島の復興じゃなくてやはり日本の復興を目指して、ね、頑張ってもらいたいと思います。
以上です。私の感想としては、何が今日の私たちの孫のような方たちが何人かいろいろとお答えしてたんですけど、何が心に響くっていうものが、なかったなっていう感じがしますね。だけど、あの人たちだってこんな会に出たのは初めてでないかと思うんですよね。それで、これから原発の問題は人ごとではないと思うんですよね。日本の周りに50何キロあるんですから。それを今の安倍総理は再稼働、これはとんでもない、あの原発では日本の国は終わりになっちゃいますよ、再稼働始まったらば。もうだから、これからのああいう若い人たちの役員さんにもしっかりしたこの国を守るというあれを持ってもらいたいなっていう ところまでお願いしたかったんですけど、時間がなかったので残念でした。撮影はダメなんですけど、よかったら感想ちょっと写真撮影はやめてください。声だけで、ダメでも元と思ってやってきましたが、その通りだったっていう感想です。非常に残念です。また、ね、こういう機会があったら参加して、ダメでもともとで発言していきたいと思います。他にどなたか質問終わりですか。すみません、事務的な質問なんですけど、懇談会の時で皆さんお話しされた内容っていうのは中継はしなかったんですけど、記事なりにしてお名前を出しても大丈夫ですか。ここで確認した方がいい。名前はちょっと、自分で言った人以外は私の方からは書いてくださいとは言えないですが、概略はどうですか。お読み氏はいただきたいと思いますが、お一人の事務官の方から生活保護ということが想定外で出てきましたが、生活保護を受けること落ちぶれてませんので、ちゃんと働いて働いた分の所得税は納めて、ちゃんと貢献して一人の社会人として生きていこうと思っております。それだけ言いたかったです。聞いていただいた方はね、やり取りご存知だと思いますけれども、最初仮設住宅に入るとか公的な支援を受けないでいいと思って人を頼って、自分の力で避難生活をして、家族バラバラでも我慢してそれでもやってきた。じゃあ他に何かやり方がありますかって言ったら、じゃあ生活保護を受けたらどうですかと、担当は違いますけどねみたいなことをおっしゃったので、それだったら住宅政策とかもういらないってことになりますよね。私は生活保護制度も大事な制度だとは思いますけれども、話をすり替えているし責任感がないなと感想としては思いました。失礼します。フィリーと現状でしたです。ですね、この間、災害援助法をめぐってはですね、特に住宅の支給の問題で、いろいろいくつか院内集会が3月ぐらいからあったり、例えば避難生活を守る会とかですね、東京都の方に申し出たり、福島県、国、それぞれに対していろんな活動があったと思うんですが、今日は本当に一人一人切実なお話を聞けてよかった。大変こう、本当に大変な問題だったことを改めて実感はしたんですが、おそらく避難されている方ですね、それぞれ、こういう取り組みっていうのは今後どんどん増えてくるというか、今までも伝えてきたと思うんですけれど、
今日集まって、ここに集まった、なかなかしかし、それがですね、避難している人には全員にはなかなか伝わっていかないという、ね、実態もあると思うんですね。で、福島県、結局、28日、1年間の再延期をしましたけれども、今日のその、キビタキの会としてのですね、今日の申し出に至る、ちょっと経緯についてちょっと、簡単に説明していただきたいですか。はい。ですね、2月に東京都の方から住宅に関して、アンケートが来たわけです。でそれの、我々避難者の選択筋があまり思わしくないものが思わしくなかったんですね。それで、住民の方が声を上げて、ちょっとこれは嫌だよねと、じゃあみんなで、交渉しましょうというような形になって、緑町の都営住宅の数名で、始まったのが最初です。その後3月に東京都と懇談会を持ちまして、そこで自分たちの思いとかをお話ししました。その時の都の回答というのはブログに載ってますけども、まあ、最初にそういったちょっと都の方でもね、住民、避難住民に対してちょっと言葉足りずにすいませんでしたという言葉をもらいましたので、そこら辺のところはわだかまりっていうのは一応なくなったというか、都の考えと、また福島県の考えとちょっと分かりましたので、そして、それ以降、今日の運びになったという流れです。じゃ、国との直接交渉は今日が初めてだったという。キビタキの会としては初めて。なんですけれども、結局これ国の方も今日のやり取り聞いている通り、やはりこう責任のきちっとした所在がですね、ちゃんとしたこう窓口がないという実態があると思います。特にこう、住宅問題、子ども被災者支援法の中の一つという感じで、しかもそれが、災害援助法に基づくという形で、それの窓口、災害援助法に基づく今住宅政策に対する直接の窓口がですね、おそらく国に今日の対応にしても責任ある部署がない。しかも国とその、結局東京都の方に行ってもですね、結局それ福島県と国の政策任せということで、それも、受け入れ先の自治体もきちっと自主的にやはりこう対応してくれないという、そういう実態があると思うんですけれども、その辺の結局責任のこうたらい回し状態というか、福島県とその国との、お互いみたいな構造があると思うんですけれども、今のこう現状に対してですね、今日のやり取りも含めて、今後どういうですね、対応というかですね、窓口、もちろん新しい立法化というのもあるかもしれませんが、今現状でですね、どういうこう体制を国とかですね、受け入れ先自治体が一番、要請しやすいと思うんです。東京都となると思うんですが、どういうふうな体制を、作ってもらいたいと、作るべきだというふうに、お考えかということをちょっと伺いたいと思います。先ほど避難者の方から声は上がってるんですけども、そっちこっちには言ってるんですよね。で一つにまとまってないので、あっちに言って、いやこれが違うからこっちに言ってっていうような話で、だから避難してる先ほどのお母さん、ママさんは住宅、親子4人で住んでいて狭くてもうどうしようもない。でもそれを言うと違うところに言ってくださいとか、いろんなことあるので、なんとか一つの窓口、復興庁になるとは思うんですけども、でもそれがうまく機能してないっていうことで、なんとかしてほしいというか、そういう思いはあるんですが、
なんか言ってる。私の思うのは、原発事故というのは、本当に国と東電の問題なんですよね。私たちは安全神話に長年長年騙されて、そして時々火災があったり、渋谷で事故があったりと、いろいろあったんですよね。その度に私たちは東電に安全大丈夫ですかっていうように申し入れを して続けていきました。その都度もう安全です。絶対壊れません。その神話に騙された私は騙されていないぞって気持ちはあったんですけども、これが爆発した、これは絶対的に、そして私たちの住みかを、双葉郡の住みか、福島県の住みかをみんな奪ってしまった。そして私たちは何の一つも悪いこともしてないのに、財産を閉じよう、兄弟親子バラバラになって逃げ出した。ここを国はしっかりと考えてほしいんですよね。何にも悪いことしてない、帰りたいなら本当に帰りたいのはやめやめですと、帰れないから帰れないでこうやっているんですよね。そこを国が本当に国民のため、国民のためって総理大臣はいつも口にしてますね。こんなに国民のため思ってくれる総理ならば、そういう福島をまずきちんと片付けて、そして福島の県民の健康をきちんと見守りながら、それが今オリンピックどこでは私は絶対ないと思うんですよね。とんでもないと思うんです。こんな毎日汚染水が海と流れ出していると、こういう時期にもう魚も今東京に住んでても安心して食べられませんよ。これはどこの魚がどこの魚が考えながら、この東京都にだってそのうちもう鼻血の出る人も出てくるし、病気になる人も出てくるし、また言いたいことあるけど私ばっかしゃべる。私ちょっと東京都と比べても国は何というのかな、窓口がしっかりしてないと感想を持ちました。国土交通省、住宅局、内閣府、生活統括課、復興庁、それぞれじゃあ三庁来たけれども誰がまとめるのかといったら顔見合わせてるだけで、結局はっきりしなかったんですよね。普通だったらその中で誰かその事務局的なことをやるところっていうのはあります。私市議会議員やってるんですけれども、交渉したら最終的には誰が答えるのかというのは決めてから来るんですけど、決めてこないで来たっていう感じで大変驚きました。しかも大臣に伝わるかどうかも秘書官と相談してから大臣に伝えるかどうかを決めますとか言って、伝えるかどうかも自分たちでは決められないレベルというか状況の人しかこういう席に来ないんだなというのが、まあ、個人的な感想ですが大変残念に思いました。少なくとも福島の復興が大事だとかって言ってるんだったら、こういうところに来てきちんと責任ある人が答えないとおかしいんじゃないかなと思いました。周回部です、まさに申します。どなたでもいいんですが、避難者の住宅確保の問題ではですね、前の5月の中旬だったと思うんですけど、ここの議員会館で院内集会があったんですね。でその時は主催されていたのが、弁護士さんたちとかいろんな被災者支援グループの人たちを中心にした、ネットワークの主催だったんですけどね。今回はこういう形で避難者の方たち自身がこういう会を集会を持って、しかも交渉を持たれたということで、
そこにやっぱ特徴があると思うんですけれども、そういうその弁護士さんだとか支援者の方たちとかに任せないで、避難者の方たち自身がこういう交渉を持とうというふうに、そういう気持ちになった一番の理由というか、どういう動機で、自分たち自身がそういう国に物申さなきゃいけないというふうに思うようになったのかというあたりを、ちょっとその気持ちのありを聞かせていただければと思います。一人ずつの方がいいですか。はい、最初一番のとっかかりがその党からのアンケートだったので、それで、行きました。そして、山本さん事務局やってくださってるとかが入ってくださったので、福島の人たちは仲良しで、誠意があって親切で、同じ都営の中にいますので、横のつながりっていうのがよくあったので、そういうところから声が上がっていったという感じでしたね。やりますか。私はちょうど2011年の3月にこちらに避難して、約3年とちょっとですが、実は去年の夏までは2年半ぐらいは、都営住宅でできるだけ30キロ圏内の人たちに迷惑がかからないように、静かに目立たないように暮らしていました。でも去年の夏からですね、都営武蔵野住宅の、若いお子さんをお持ちの若いママさんたちが立ち上げた会がありまして、これは与覧所サロンというんですが、そこで立ち上がった会で、若い人たちが頑張っているのに、子供たちのために頑張っているのに、やっぱり、中高年の、私もそうなんですが、これは応援しなきゃいけないということで、立ち上がって、先ほど会長からもありました2月28日の検討、それから3月の都庁との懇談会、それで今回に至りました。若い人たちだけでなく、やっぱり、中高年の人たちもやっぱり頑張っていけないと、そういう感じがしております。以上です。これからは本当に子供が少ない、本当にもう何十年も過ぎたら外国から労働者を持ってくるかなっていうくらいの日本の国の状態ですよね。現在子供を育てるのに不安で、子供を守ろうとしているお母さん方を本当に思って、国が支援してくれるような、一人でも子供が大切だっていうような、そういう考え方を持って子供を大切に、福島県からどんどん来なさい危険な人は、そういうような法律かな、そういうものをこれからどんどん作っていただければ、福島県の子供はもしかしたら半分になっちゃうかもわからないですよ。これから病院が出て、そういうように私は考えております。もしよかったら、なぜ自分で物申す気になったのかって、ちょっと写真をやっぱりやめていただきたいんですが、よかったらお話しされませんか。実現しなければ何も伝わらないと思いましたし、実際困っているという状況があったので、キビタキの会が結成したとかっていうのは武蔵野市からのお便りで知ってはいましたが、母が突然孤独死
と、まあ、田舎に帰ってお葬式やその後の法要ですね、そういうこともあり、あと自分の体調も崩し、まあ、こういう場に出てこれることすらできなかったっていうのが現実で、やっと一周期を過ぎて少し自分が立ち直ろうと思う気力が出てきてのこの切り滝の会のお知らせでしたので、まあ、誰もとってもと思って発言できたらと思っていきました。もう あと10分程度しか時間がないのですが、どなたかご質問のあるメディアの方はいらっしゃいますか。すみません。ですね、今の武蔵野市の広報で、切り滝の会のことをご存知だったということなんですが、なかなかその今避難者同士がですね、県外東京都内武蔵野市に避難されている方同士がこうつながっていくっていうのが、まあ同じ都営住宅ですかね、であれば可能かもしれませんが、なかなかこう全体にこう伝わるっていうのが非常にこういう情報が伝わるとは非常に難しいのではないかと思うんですけれども、その辺の、ご苦労というかですね、一応広報という形で皆さんにお知らせしたということなんでしょうか。どういうふうにこう人がつながっていったのかということと、これからどういうふうにこのつながりを広げていきたいのかということをお伺いしたいんですが。はい、武蔵野社協社会福祉協議会さんの方にお願いして、私たちは個人の情報というのは持ってないので、避難している方のところにポスティングしていただきました。あとブログを立ち上げましたので、そこで見れる方もおられると思います。また、ベーリングリストをやっている方がいて、それで拡散してもらって、それで、ママさんたちとかそういった方々が見てくださっていると思われます。もう一つ何でしたかね。今後どういうふうに一番いいのは今後どういうふうにするかというのは、こういうメディアに出たくない人もいるし、その存在を知られたくないっていう方も実質としているんですね。お子さん持ってる方とか、いつまでもその被害者避難者っていうのの言葉をかけられるっていうのが嫌だっていう方もいるんです。そして出ても大丈夫っていう人たちが声を出てきて、上げてるんですよね、声をね。自分たちが声を上げなければ、シリキレトンボのように切られて、その声が、なくなって放射能のこの件もだんだん少なくなっていくと思いますので、上げてます。そしてなるべくですね、他の避難者の人たちと、メールとかファックスとか流して、撮ってるんですけども、一緒にやって声を上げれるのが一番いいとは思うんですね。ただなかなか現状ではそういう余裕もありませんし、金銭的にも時間的にもできる人たちでやってるっていう感じなので、でも今後何らかの連絡網とかでやっていけたら本当にいいなとは思っています。以上です。今いきなり追加なんですが、この住宅問題以外でもですね、いろいろやはりこう協力していきたいことがあると思うんですが、今後その切り滝の会の活動としてですね、こういうことをやっていきたいということもしあればお伺いしたいんですが。はい、ママさんたちの意見で、高速道路
の問題とかは出ていますが、もう今回のこの院内集会のことでずっと来てましたので、それは今後になると思います。補足になりますけれども、この私たちここにいるのは東映武蔵野アパートのメンバーなんですが、その他にですね、東京都内に九段の都営アパート、それから金町の都営アパート、新宿の百人町の都営アパート、一応こちらの方にもですね、一応声はかけておりますが、なかなか連絡がうまく取れておりません。一応電話番号とか携帯番号は聞いてあるんですが、みんなそれぞれにですね、都営の私のところもそうなんですが、今日、3人の方が病院だとか検査だとかそういうことで、中高年の方はそちらの方が忙しくてですね、行けないということで非常に大変だなと、そういう感触は持っております。それではまだまだ聞き慣れないこともあるかと思いますけれども、ここ1時半に片付けなければならないので、今日の記者会見はこれで終わらせていただきます。で、申し上げましたように懇談会の時 の映像はちょっと使用しないでいただきたいし、名前等に関してもご配慮をいただきたい。内容については私も初めて聞いたようなこともいろいろありましたので、ぜひいろんなメディアでですね、拡散していただいて、この今日のような対応が続くようでしたら、本当に捨てられてしまうというんですか、もう先が見えない状態がずっと続くと思いますので、私も支援者の一人として力を入れていきたいと思います。今日はどうも皆様、最後までありがとうございました。皆さん、住んでる住宅とかですね、そういう名前もいくつか出てきましたけど、それは大丈夫なんでしょうか。いいですか。いいですね。はい、今出したことはありますか。ありがとうございます。